諸葛亮は彼の意志を継いで魏に侵攻。長安を目指して北上し、南安、天水、安定を制圧した。ここに至り、漢中との補給線上にある外邸の地の重要性が増す。諸葛亮は愛弟子馬謖に外邸の死守を命じた。 馬謖は諸葛亮の忠告を聞かず、外邸の山頂に布陣。魏軍に水の手を断たれ、窮地に陥ってしまう。急報を受けた諸葛亮は、自ら軍勢を率いて外邸に向かった。いつものように慌てず騒がず悠然と。彼の悲痛な胸の内を知る者は、 彼の妻、月英だけであった。この地は、馬謖、いけませんね。馬謖、月英。はい、孔明さん。山頂にいる馬謖の救出に向かってください。 戦が終わってからです。馬謖を助け、周囲の敵を撃破してください。決して行かないんです。砕いてやる。 敵将、覚悟を現状が討ち取った。私としたことは、立場も忘れ、勝負に興じてみたくなったわ。 消滅に背けた側面はガラキだぞ。こいつは豪快だ。俺も拳は折れませんな。 私には不要。またお会いしましょう。敵将、覚悟を現状が討ち取った。 全身全霊をかけて突撃します。義勇へ突撃する。近づくでも敵の包囲を脱するのだ。馬謖、さらに失態を重ねるつもりですか。 さすがです。私もあなたに習いましょう。
様、少し冷えてまいりました。このままではお体に触ります。そうですね。馬職には責任を取ってもらわねばなりません。こう思っていたい被害が生じた以上、そうしなければ他の者に示しがつかないでしょう。孔明様、私たちはまだ先へ進まねばなりません。劉備殿の願った陣の世、その実現のために、それが修羅の道であろうと。私は孔明様の妻です。孔明様の歩む道、この月へ共に歩む覚悟はできています。俺には守るべき志がある。